この世界の葵さんと新田さんにも、いや俺たちみんなに、そういう毎日をあげたいな。うん、そうできたらいいのにね。月が君を照らす、かすかに瞳が揺らいだ。どんな夢も終わりが来る、儚き定め。誰も時の流れに逆らえず、何かものとして散ってゆくから、凍りついた季節が動き出す。音も立てずにまた君を見つめて、あの月のような、あの花のような、こんなにも輝いているから、君の心は語り続ける。時の中に残されたものを拾い集め、また君と